セバスティアン・コアテス・ニオンは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。プリメーラリーガのスポルティング CP 所属。ウルグアイ代表。ポジションはディフェンダー。ナショナル・イングランド人の父とウルグアイ人の母の元に、モンテビデオで生まれた。ナショナル・モンテビデオのユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年にトップチームに昇格した。 リバプール2011年8月30日、イングランドプレミアリーグのリバプール FC に移籍した。移籍するにあたり、イングランド人の父ピーターから英語のレッスンを受けたという。リバプールでのデビューは2011年9月18日に行われたプレミアリーグアウェーのトッテナムホットスパー FC 戦。ダニエル・アカーの負傷により、前半27分から交代出場を果たした。 試合は、退場者を2名出したリバプールが4-0で敗れ、苦いデビューとなった。2011年10月26日に行われた、リーグカップ、アウェーのストークシティ FC 戦では、左サイドバックを任されたが、不要意なボールロストから失点を招いた。これ以降は、センターバックで固定して使われている。2011年11月29日に行われた、リーグカップ、 アウェイのチェルシー FC 戦では、ロメルル格、フェルナンド・トーレスにチャンスを与えず、勝利に貢献した。2012年1月14日に行われた、プレミアリーグ、ホームのストークシティ戦では、スリーバックの一角として出場。2012年3月21日に行われた、プレミアリーグ、アウェイのクイーンズ・パーク・レンジャーズ FC 戦では、前半34分に、 マーティン・ケリーの負傷により交代出場。後半9分にコーナーキックからディフェンダーとは思えないバイシクルボレーを決め、プレミアリーグ初得点を記録した。試合は2点差を返され、リバプールが3-2で敗れた。その後も出場を重ね、2011から12シーズン、リバプールはチームのプレミアリーグ史上ワーストの8位となり、最悪のシーズンを過ごしたが、コアテスは、 旧大天のパフォーマンスを見せた。2012から13シーズン、ロンドンオリンピックに参加したこともあり、チームへの合流が遅れた。このシーズンの初出場は2012年8月13日に行われたフレンドリーマッチ、ホームのバイエルレバ空前戦。2012年8月26日に行われた、プレミアリーグ、ホームのマンチェスターシティ FC 戦では、出場停止処分を受けた。 ダニエル・アカーに代わり、ベテランのジェイミー・キャラガーを押しのけすため出場を果たす。試合は2から2のドローに終わった。2012年9月20日に行われた UEFA、ヨーロッパリーグのグループステージ、アウェーのヤングボーイズ戦では、後半22分にコーナーキックからヘディングでゴール。ヨーロッパ主要大会での初ゴールを記録。試合は3から5でリバプールが勝利した。 2012年10月4日に行われた UEFA、ヨーロッパリーグのグループステージ、ホームのウディネーゼカルチョ戦では、オーンゴールを記録。チームは2から3で敗れた。2015年に行われた、チェルシー FC 戦でのコアテスその後も、国内、ヨーロッパのカップ戦を中心に出場をするも、低調なパフォーマンスが目立ち、徐々に出場機会を減らした。 サンダーランド2014年9月1日、リカルド・アルバレスと共にサンダーランド AFC への期限付き移籍が決定した。2015から16シーズンからサンダーランド AFC へ完全移籍した。2016年1月28日、スポルティング CP へシーズン終了までの期限付き移籍が決定した。ウルグアイ代表として2010 FIFA ワールドカップ。 予選の大陸間プレイオフ、コスタリカ代表戦で代表招集されたが出番はなかった。コパアメリカ2011のチリ代表戦でデビューを果たした。また、ロンドンオリンピックのウルグアイ代表にも選出され3試合を戦ったが、ウルグアイはグループリーグで敗退した。2016年11月10日のワールドカップ予選、エクアドル代表戦で代表初得点を挙げた。 父方の祖先は、スコットランド人で、3から4世代前に、イギリスの海岸から船で、ウルグアイへと渡った。祖父母が英語を少し話す程度で、本人や家族が話すことはないという。ありがとうございます。